高津監督、楽天戦雨天中止に今日は負けずに済んだ。ヤクルト高津慎吾監督は楽天戦の雨天中止に今日は絶対に負けることはない、12連敗ストップから一夜明け、何時移民みたいなこと言うな、買ったこと忘れてそう、戦う前から負けること考えるバカがいるかよ、こっちも同じこと思ってるぞ、血なわし、やばそう、末期の真中みたいな思考になってきたな。ノムチル同士の再会対決、大ちゃんかな、連敗中ならジョークやけど勝った後で言ってもただの面白くない発言やな。楽天に対して言及したんやろ、中日ファンみたいなこと言うな、まあ楽天は強いからね、試合なくてホッとしてもしゃあない。 B、 やけどこぶ語ってやつの守備がうざかった、楽天の方が思ってそう、高津今日は負けることはない、和久今日は負けることはない、天国の飲む地獄定期。ご視聴ありがとうございました。